静岡市歴史巡り町話。今日は静岡市清水区の清見寺を訪ねます。清見寺の歴史は古く、7世紀後半に創建されたと伝えられています。室町幕府を開いた足利尊氏はこの寺に信仰を寄せ、日本を代表する10の寺のうちの一つに指定して保護しました。戦国時代、すっかり荒れ果てた清見寺を復興させたのが、今川義元を支えた臨済寺の住職、大元節斎。節斎は家康が竹千代と呼ばれ駿府に暮らしていた時代の教育係として知られ、ここは竹千代が節斎から教育を受けた手習いの間とされています。天下人となった後、大御所として再び駿府に戻った家康は、たびたび清見寺を訪れました。能の会を催すこともあれば、ただ住職と話をしに来ることもあったといい、家康にとってこの寺は思い入れの深い場所だったようです。豊臣秀吉の朝鮮出兵で冷え切った関係を修復しようと、家康が朝鮮の使節団を招いた時、宿舎として選ばれたのが清見寺でした。江戸からの帰りに清見寺に宿泊した使節団に、日本の文化人との文化交流の席が用意されました。通信使の記録した文献には、清見寺で過ごした時間はあたかも仙人が住む仙境のようであったと記されています。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。